ある日、パパと二人で、出たり会ってさ、この世に生きる喜び、そして綿抜きチャンネル、ダダダダ、Thank you! いや、まさか、そんなことでそんなに怒られるなんて俺思ってなかった。あ、どうも、綿抜きです。前回の続きです。びっくりしちゃったらいきなりうらついてくれたからね。まあ分かればいいんだよ。綿主はそういうあれだからね。知ってるよ、ヒステリックなんて。聞こえてるよ、全部。聞こえるように言ってるよ。まあいいんだけどさ。いいんだ。じゃあ、綿主、気を取り直して。綿主別に気を取り直してるけどね、ずっと前から。まあいいや。綿主あれだよ。ダンスとかもできなきゃダメだよ。ダンス?ダンス普段やってるじゃん。え?見たことないよ、おたなしのダンスなんて。やってるじゃん、いつも。だって、おたなしだってほら、一人でタンゴとか踊ってるじゃん。タンゴ踊ってるの?一人でね。一人でタンゴ踊るの?なんで?だって別におたなしは万能だから。あ、そうなの?返す言葉見つかんねえや。まあでもね、いいよ。おとなしできるけど、一応話聞いてあげる。何すればいいの?すげえ、上から来たな。あ、じゃあいいよ。じゃあおとなし、この、ダンスと言ったら俺みたいなとこあるから、この俺の動きをね、ちょっと真似して。いいよ、そんなの。ちょういいよ、本当に。おとなしにとって、造作もないことだよ。そういう言葉使えるんだね。やっていこう。はい、行くよ。はい、まず右足から。はい。はい。はい。できる?任せて。よいしょ。よいしょ。おとなし上がってないよ。もっとこう。はい。はい。はい。おとなしもっとこう。はい。はい。はい。し、し、し。はい、おとなし今度左足。はい。綿梨、全然上がってないよ、足。待って、綿梨はすごい上がってるはずだよ。30センチぐらい上がってるよ。綿梨、自分の身長知ってる?あれだね、綿梨なんか、あそこしか、硬いのかな。そんなことない。全然そんなことない。すごい、すごい、なんかあれだったじゃん。綿梨、じゃあこう、膝が大事、こう、膝。膝こうやって曲げて、ほら。こう。膝こう。できる?待って、できるよ。こうだよ。こう、こう、こう。クッション。膝のクッション。これを活かして。イエーイエーみたいなやつ。イエーイエーイエーみたいなやつ。こう?これでいいの?なんか違うな。こうだよ。こうじゃないの?プルプルしてるよ。プルプルしてない、これ。ビート刻んでるの。わかんないの?私、こう。こうだよ。イエ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 プルプルしてるだけじゃん。違う。8ビート刻んでんの。イエ私もういいよ。大丈夫。大丈夫。ごめんね。俺のせいだ。大丈夫。私はまだいける。やめて。どんまい。私別にいいや。アイドルなんて乗らなくてもいいや。今のままで十分。今のままでいいんです。これ以上あんまり。みんなにチヤホヤされたら綿梨天狗になっちゃう。今のまんまでいいんです。綿梨はこれでいいんです。前編と後編に分けて何がしたかったんだろう。まあ、いいか。とりあえず綿梨はアイドルになるのをやめました。まあ、今のままでね、いいと思うよ、俺も。そんな感じで、今回も
ありがとうございました。はい、どうも。はい、せーの。あ、てて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 。動画もよろしくね。おとなしい、おとなしい姉ちゃんで、はい、チャンネル登録の方はこちら、こちらのデーモンクックからお願いします。ツイッターもやっています。概要欄からご確認ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。起きてるってば。じゃあねー。